マには音楽がある、音楽にはドラマがある。男と女が織りなすドラマと音楽のタペストリー、ドラマってムジカ。あんたなかなかやるわね。もうその話はやめてって。こんな面白いエピソードほっとけるわけないじゃないの。そりゃトッシーだってずっこけるわよ。だってさ、準備に時間がかかったって1時間も遅刻してきたんだから、さぞかし気合の入った豪勢なお弁当なんだろうなって思うわよね、トッシー。はい、正直期待してました。で、蓋を開けたらコンビニのおにぎりを弁当箱に詰めただけって。苦しい。何一人で受けてんのよ、気持ち悪いな。もう何回目その話。もう何回でも笑えるわ。しかもじゃーんとか言ってドヤ顔っていうね。もうタッキー、あんた面白すぎるわよ。そんな面白いかな。じゃあお前何にそんな時間かかってたんだよって話でしょ、ねえトシ。はい、正直そう思いました。いろいろあんのよ、準備が。何があるっていうのよ。ピクニック行くのにお弁当以外に準備するものなんて大してないじゃない。要は寝坊したんでしょ。寝坊。違うわよ、もういい。てかさ、タッキー、せっかくのチャンスだったのに、男は胃袋から掴まないと。そんなこと言ったって、私料理できないもん。分かってないわね。別に上手にできなくたっていいのよ。一生懸命人のために作ったんだっていう事実が胃袋をわしづかみにするんだから。そうなの？うまいかまずいかは別問題よ。ねえトッシー、コンビニのおむすびどうだった？はい、正直味気なかったですね。海苔がパリパリなのだけが嬉しかったぐらいで。ほらね、ああいうもんは万人受けする味にはできてても、さすがに心はこもってないからさ。そっか、しくじったって。いや、ちょっと待って、ママ、私別にトッシーの胃袋をがっちり掴んでいい仲になろうとかそんなこと思ってないし。あら、そうなの？お近づきになるためのピクニックじゃなかったっけ？違うわよ、ただの暇つぶし。でも楽しかったんでしょ、タッキーは。まあそれなりにね、自然も満喫できたし。じゃあそこは取り立てて、強い気持ち、強い愛はなかったわけね。ああ、そうそう。実はトッシーってアイドルオタクが判明してさ、電波組の話で二人で盛り上がっちゃったんだよね。
たも相当なアイドルオタクなんでしょ？じゃあくしくも共通の趣味が見つかったわけね。そうなのよ。でも私なんかにわかだなーって思った。トッシーのアイドルへの造形の深さ半端ないんだから。へー、それは私も知らなかったわ。2000年代のアイドルから始まってどんどん遡って70年代とか80年代のアイドルの知識もすごいのよ。評論家レベル。なんかちょっとがっかりね。あの子がそんなミーハーなやつだったとは。ミーハーなんてレベルじゃないんだから。アイドルの話になった途端トシって早口になるのよ。喋りたくて仕方ないんだろうね。ややキーも高くなるし見たくないわねそんなトシ。今度一緒にアイドルのライブに行くことになってさ。あら、そう、勝手にすれば。何ちょっと怒ってんのよママ。別に。あとね、強い気持ち強い愛といえばお酒だから、そこは世代的に譲れないから。いい？